い、どうもバサラです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、2023年版の僕のデスクツアーをやっていきたいと思います。いやーついにですね、僕の理想のですね、デスク環境になってきたというところで、まあ、ちょっと2023年版としてですね、やっていこうかなというふうに思ってます。で、今回のですね、まあ、デスクを作るにあたってですね、グローブメイドさんからさまざまなものをちょっと提供していただいております。グローブメイドさん、ありがとうございます。今回ですね、さらにクーポンもいただきました。2つクーポンがあって、1つ目がバサラ割っていうふうに入れていただくクーポンで、こちらはですね、400ドル以上購入していただいた場合にですね、送料が無料になるっていうクーポンでして、まあ、グローブメイドの製品ってやっぱり家具だったりするので、まあ、送料がすごい高くなるんですけれども、まあ、こちらを使っていただければ送料が無料になるよっていうものと、バサラ10って書いてあるですね、 10% オフになるクーポンの2種類クーポンがあるので、まあ、今日の動画を見て、まあ、少し興味があるなっていう方はですね、そちらのクーポンを使って購入いただければなっていうふうに思ってます。今日紹介しているものに関してはですね、なるべくリンクの方を概要欄の方に書いておこうかなっていうふうに思うので、まあ、参考にしていただければなっていうふうに思ってます。まずデスク本体なんですけれども、こちらはですね、今まで使ってたものと同様のものになります。奏で物さんのですね、天板を使っていて、大きさとしては 180×80cm というですね、非常に大きな、ものを使ってます。その下にですね、フレキシースポットの足をつけることによって、これをですね、昇降デスクとして使ってたりとかします。やっぱりスタンディングデスクはですね、作業する上で、すごく便利だったりするので、結構お気に入りだったりとかします。ただですね、経年劣化があるのかもしれないんですけれども、若干ですね、アームでこう繋いでるモニターはですね、若干こうちょっと揺れる感じが、あったりとかするので、そこは若干最近気になってます。続いて僕が使ってる椅子なんですけれども、スチールケースのジェスチャーというものを使っていて、すごく座り心地もいいですし、あとですね、こう YouTube を撮っていてもこれすっきりしたデザインなんで、あんまり椅子が映り込まないっていうところも、僕がね、めちゃめちゃ気に入っているポイントだったりとかもするので、スチールケースのジェスチャーを使ってます。で、デスクの横にはですね、サイドワゴンがあって、この中にはですね、その文房具が入れてたりとかしたりするんですけれども、その横にですね、このような感じでヤマゼンのティッシュケースを使ってます。で、このティッシュケースがすごく良くて、ティッシュの箱の効果ってめちゃめちゃすごいなと思うんですけれども、あれが置いてあるだけで、めちゃめちゃ生活感が出ちゃうんですよね。なので僕はですね、このヤマゼンのティッシュケースに入れているんですけれども、これのいいところとしては、この黒のデザインで、目立たなくしてくれるっていうだけじゃなくてですね、裏側がマグネットになっているので、このような感じですね、このサイドワゴンにペタッと、くっつけることができるっていうところが、非常に僕としてはですね、気に入っているポイントだったりします。続いてですね、僕が苦手なケーブルマネジメントなんですけれども、以前のものよりも若干頑張ってるんですよ。昔のね、動画ぜひね、見ていただきたいんですけれども、結構ですね、僕ぐっちゃぐちゃなったんですけれども、ちょっとこう頑張ってみました。で、今回ケーブルトレイの方は変えて、サンワダイレクトから発売されている 90cm の、ケーブルトレイを使ってます。普通に穴開けるタイプで、一番大きいものがこのサンワダイレクトさんから発売されているこの 90cm だったので、こちらを購入してみたという感じです。で、このような感じですね、紙がついていて、そこでですね、自分でこうシャーペンみたいなので、ちゃんと色をつけて、マニュアル上ではドリルで穴を開けてから、ネジを入れてっていうような説明になっていたんですけれども、僕はですね、無理ドライバーでネジだけでやってみたんですけれども、多分男性の力だったら取り付けられるかなというふうに思ってます。取り付けは結構大変だったんですけれども、90センチもあるので全部乗せることもできましたし、あと穴があるので、そこからね、垂れてくるケーブルみたいなのをこうまとめたりっていうこともできたりしたので、すっきりできた要因の一つとしては、この3話ダイレクトのね、ケーブルトレイがあったんじゃないかなっていうふうに思ってます。続いてライティングなんですけれども、ライティングに関してはですね、ほぼ変わらずっていう感じで、ヒューのライトバーだったりとか、ライトストリップを机の端に、くっつけているっていうような感じです。続いてデスクの上になります。まずはですね、モニターから話していこうかなというふうに思っているんですが、今回ですね、デュアルモニター構成にしてます。これまでですね、真ん中に MacBook を置いて、ちょっとね、いびつな形になってたなっていうふうに思ってたりとか、実際はですね、モニター4台ぐらい使ってたんですけれども、4つもモニターいらないな、このデュアルモニターが、一番効率的だなっていうふうに思ったので、今回ですね、こういった感じのデュアルモニターの構成にしてます。で、メインモニターは Apple のスタジオディスプレイになります。めちゃめちゃ高かったなっていうふうには思っているんですけれども、なんだかんだすごく気に入ってます。画面はめちゃめちゃ明るくて、色もすごく綺麗ですし、家に置いてる時の佇まいとかもね、すごくかっこいいなっていうふうに
に思ってます。それ以外にもスピーカーがとてもいいなっていう風に思っていて、オーディオエンジンの A2 プラスっていうスピーカーを使っていたんですけれども、それをですね、まあ、机からどかして、スタジオディスプレイのスピーカーだけでも全然いいなって思えるぐらい音がとてもいいなっていう風に思ってます。ウェブカメラに関しても別のカメラをね、いろいろこう設置したりとかっていうこともやってたんですけれども、まあ、正直その会社で使うのに、まあ、そこまで画質をね、求める必要ないなっていう風なのが、まあ、最近ちょっと思ってきてしまったところもあったりしてですね、このスタジオディスプレイについている、まあ、ウェブカメラだけでも全然十分な画質だなっていう風に思っているので、まあ、こちらの、ウェブカメラが僕の仕事上でのメインのカメラになってます。あとですね、マイクの方もですね、そんなにすごい音が悪いっていうわけでもないので、まあ、そういったところもポイントになったかなというところです。サブモニターとして採用しているのが LG から出ているデュアルアップモニターですね。この縦型の、モニターになります。個人的にはですね、サブモニターとしては結構最高だなっていう風に思ってて、そのモニターを縦向きで使うと、まあ、どうしてもそうすると横幅がね、逆に小さいなっていう風に思ってしまうんですが、この製品はですね、ちゃんと横幅もあって縦幅もあるっていうところがすごく使い勝手が良いです。で、使い方としては何パターンかあるなっていう風に思ってて、特にメインの会社の仕事をしている時には、このサブディスプレイの方の上部のところでスラックを映して、下のところでブラウザを映して、メインのスタジオディスプレイの方ではこう資料を作ったりとか、あとはズームをやっている場合にはそこでズームの ものを表示していたりとかっていう風な感じで使ってます。プライベートで使う時にはメインのスタジオディスプレイの方で動画の編集をして、まあ、サブの方でまあブラウザ使ったりとか、ファインダーとかを表示していたりとかします。で、あとこのモニターのすごくいい点なんですけれども、アームの性能がめちゃめちゃいいです。なのでこのアームを動かすと、今この動画を撮っているメインのカメラのセットアップがこのような感じで出てくるような感じです。このあたりの YouTube のセットアップに関してはですね、まあ、別の動画にね、しようかなっていうふうに思ってます。このスタジオディスプレイを載せているのがグローブメイドのシェルフになります。このデスクがですね、結構すっきり見えるようになったなっていうふうに個人的には思っているんですけれども、そう見えるようになったのがですね、やっぱりこのグローブメイドのシェルフのおかげだなっていうふうに思っていて、このシェルフはですね、やっぱすごく高いんですけれども、ただ品質はめちゃめちゃ高いですし、すごく収納が充実しているところも結構ポイントになるなっていうふうに思ってます。僕はラージを選んでるんで本当に収納量が高いんですよね。ただちょっとだけ欠点みたいなところもあるんで、それを言っていこうかなというふうに思うんですけれども、高さはですね、そこまでないです。なので M575S っていうですね、ロジクールから出ているトラックボールは収納できるんですけれども、ここにあるですね MX マスター3とかはちょっと高さ的に引っかかってしまうっていうところがあります。まあ、HHKB とかですね、このような感じでスッと入るんですけれども、そんなにですね高さがないっていうところはちょっと注意ポイントかなというふうに思ってます。あとはですね、この右上部のところにですね、僕は本当は MacBook を収納しておきたかったなっていうふうには思っていたんですけれども、これをやらなかった理由としてはですね、幅が意外となくて、14インチの MacBook のその幅だと、ケーブルがぶつかっちゃうんですよね、充電ケーブルとかが。なのでここにはですね、今キーボードを収納しているっていうような感じです。あとシェルフの素材なんですけれども、いくつか選べるんですが、僕はですね今回このマットブラックっていうのを選びました。まあ、デザインはですね黒でめちゃくちゃかっこいいんですけれども、一個だけ気になるのが、ちょっとですねホコリが目立ったりとかもするので、やっぱり掃除はですねちょっとこまめにしないといけないかなっていうふうには思います。なので個人的にはですね、このグローブメイドのシェルフを選びたいっていう方に関してはですね、やっぱりオークとかウォルナットみたいなものを選ぶのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。そして僕はこのシェルフに合わせてグローブメイドのデスクマットを使ってます。サイズとしてはエクストララージを選んでいるので、シェルフの下まで敷けるっていうところが、まあ、すごくいいなっていうふうに思っていますし、フェルト自体もですね非常に高品質ですし、触っててすごく気持ちいいような素材になってます。シェルフの下に置けるってところがすごく僕は嬉しかったポイントがあって、これまでですねその俯瞰で開封をする時とかに、このデスクマットがめちゃめちゃ揺れるっていうね、動いちゃうってところがあったんですけれども、そこと違って今ピタッとくっついてくれるってところがかなりいいなっていう風に思ってます。ただここに関しても若干後悔しているところがあって、色をですね結構暗めの色を選んでしまったんですけれども、これがですねちょっと開封時に結構裏側が黒くなってしまうと、ガジェットってやっぱり黒いものが多いので、黒に黒でちょっと分かりづらいなっていうところがあったので、もうちょっと明るい色を、まあ、選んでた方が YouTuber 的には良かったなっていう風には思ってます。ただデスクの使い勝手としてはやっぱり落ち着きがあるので、この色の方がね、まあ、好きだったんですけどね、まあ、どっちを取るかっていうところですよね。はい、続いてシェルフの上とか中を見ていきましょう。シェルフの上にはこのような感じでストリームデックを置いてます。主にですねライトの操作のために使ってたりとかします。続いて中段の部分です。このような感じで、まあ、ノートを置いていて、ペンもこのような感じで置いてます。ペンがデスクの上に散らばらないっていうところもすごくいいなっていうふうに思います。続いて真ん中の部分にはですねプログレードのメモリーカードのリーダーをつけてます。これまでねその MacBook Pro の14インチの SD カードのスロットを使って
ていたんですけれども、ちょっと遠くなってしまったので、まあそういうわけにはいかなくなってしまったので、スタジオディスプレイからつないでプログレードのこういった SD カードのリーダーを使ってます。まあこれがですね非常に高速ですし小型だったりとかもするので、個人的にはですね買ってすごく良かったなっていうふうに思ってます。その横がですねフィオの E10 っていうですねダックを置いてます。これも MacBook が遠くなってしまったので、これまでは MacBook のイヤホンジャックに挿して編集をしていたんですけれども、それが遠くなってしまったのでこのような感じでダックを設置しているっていうような感じです。でその横にはですねサブキーボードとして使っている MX キーズミニがあります。続いて下段です。下段の方にはですねマジックトラックパッドがあって、その横にですねツアーボックスっていうですね動画編集とかで使ういわゆる左手キーボードって言われてるやつですね、これをですねちょっと使って最近動画を編集をしてみているんですけれども、まだちょっと慣れてないんですが、少し慣れたらですね、レビューの動画作っていこうかなっていうふうに思ってます。でその横にはですね M575S が入ってます。続いてデスクの上を見ていこうかなと思います。向かって左側のところにですね僕が大好きなホームポッドの第2世代があります。まあここでですね作業用の BGM を流したりとか、音楽かけたりみたいなことで、まあ、使ってたりとかします。そしてその横にはですねベルキンのこの充電器ずっと使ってるやつですね、これが置いてあるんですけれども、このグローメイドのシェルフを導入してよかったなっていうふうに思っているのが、このシェルフの高さがあるので、こういったマグセーフの充電器に iPhone を置いてもその画面のところに入っちゃうってところがないってところも、まあ、地味にいいポイントだなっていうふうに思いました。でメインのキーボードとしてはですね HHKB のハイブリッドタイプ S を、使っていて、なんだかんだこれ2019年の終わりぐらいに出たんですかね、それからまあずっと使ってるんですけども、やっぱりなんだかんだね、このキーボードの打鍵感に勝てるキーボードが今のところ僕には、ないっていうところでこちらを使ってます。そしてマウスに関しても MX マスター 3S を引き続きメインのマウスとして使ってます。そして右の手前にはですねマイクがこのような感じであります。使っているのはですね引き続きシュアの MV7 を使っていて、まあ音はですね、まあ、非常に僕的には満足しているので、まあ、このままこれを使えばいいなっていうふうに思ってます。この YouTube でも使ってますし、ポッドキャストでもこちらを使って収録しています。マイクアームに関してはですねエルガトのロープロファイルのものを使っているんですけれども、こちらはですねちょっと個人的にはちょっと微妙な点も多かったなっていうふうにはちょっと思っているんですけれども、まあそのあたりはですねちょっと別で動画を作って、話そうかなっていうふうに思ってます。そしてこのデスクの奥にはですね MacBook Pro の14インチが、まあ、このような感じで設置されてます。使ってるのはですねこのグローブメイドのスタンドなんですけれども、この木の素材感とかめちゃめちゃかっこよくないですか。やっぱりシェルフもこの木の素材感があった方がやっぱ良かったなっていうのは、このスタンドを見た時に木の感じめちゃくちゃいいなっていうふうに思ったので、個人的にですねやっぱシェルフは木の方が良かったかなっていうふうにはちょっと思ってます。会社の PC はどこにあるかというと、このデスクの横に取り付けるような感じにしてます。サンワダイレクトから発売されているデスクサイド収納っていうのを使って、ここにですねあのクランプ式で取り付けているような感じになるんですが、やっぱりですねその Mac が何台も机の上にあるとやっぱり圧迫感ありますし、ちょっとスペースを取ってしまうなっていう風なのがあったので、このような感じでデスクのサイドに取り付けるような感じにしました。デスク下に収納するっていうのも考えたんですけれども、やっぱりですねケーブルの取り回しだったりとか、僕オフィスにも行ったりとかもするので、まあ、その時に取り出す時に結構めんどくさいなっていう風に思ったので、このような感じにしました。あとちょっとだけ気になるのが MacBook Pro の14インチのロゴをこちら側に向けようとすると、このような感じで両端からケーブルが出てしまっている状態なんですが、これを解消するために TS4 の導入とかも考えたんですけれども、まあメインモニターとサブモニターで、まあ、別の Mac を使うっていうこともあったりとかもするので、やっぱりなんだかんだこの2本のケーブルを差し替えたりするっていうのが、まあいいのかなっていうふうには思ってます。これらのケーブルを支えるケーブルホルダーなんですけれども、僕はですねいろいろケーブルホルダー使ってきたんですけれども、このバネ式のやつが、まあ、結局一番使いやすかったなっていうふうに思ったので、このバネ式のものを使ってます。マジックテープのものもすごくいいんですけれども、そのマジックテープ部分っていうのが、まあ、ちょっとかっこ悪いなっていうところもありましたし、マグネットのものはマグネットがちょっと弱かったりとか、あとケーブルが太いと使えなかったりっていうところがあったので、このバネ式がなんだかんだ汎用的には良かったです。はい、というわけで僕のですねデスクツアーの2023年版を、やらせていただきました。まあ参考になるところがね少しでもあればなっていうふうに、思っているんですけれども、前のデスクツアーを見ている方に関してはゲームのセットどこ行ったのっていうところがですね、こう今この動画に映ってるこの右側、ここに今ディスプレイがあるんですけども、ゲームセットに関してはこの右側の方に全部映しました。でこのゲームのセットに関してはまたこれ別途、動画を作ろうかなっていうふうに思ってます。あとはですね冒頭でも話したんですけれども、グローブメイドの製品について、まあ、ちょっと興味があるなっていう方に関してはぜひぜひね、概要欄のクーポンを使っていただければなというふうに思ってます。前のデスクの印象ですね、皆さんどう思われてるかどうか知らないんですけれども、個人的にはですね、まあ、すごくすっきりしましたし、やっぱりデュアルモニターぐらいがやっぱり人間が許容できるようなそのモニター
ニターの感覚だなっていうのをすごく思いましたね。あと個人的にはやっぱりこのデュアルアップモニターとスタジオディスプレイの組み合わせっていうのは個人的に今現状の結構最高の環境だなっていうふうには思っていて、すごくね生産性が今高いんじゃないかなっていうふうには個人的に思ってます。そのあたりの2つのモニターのこう使い分けみたいなところに関してもですね、動画作りたいなというふうに思ってるんですけども、作りたい動画がねいろいろあるんですが、ちょっとそこら辺もね作っていきたいなっていうふうには思ってます。今日の内容が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるのでぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。